私がこういう模型のナイフを持ってんです。実演をして示したいというふうに思います。仮に自殺をするということだとしたら、やっぱり利き手の方が、まあ、強さが強まるんで、まあ、利き手で持っているっていうのは自然だと思うんです。で、谷尾さんが生まれつき右利きだったのか、あるいは本当は左利きで、その後右利きに、変えたのかっていうことは分かりませんけれど、仮に左利きであって、左も使うっていうんだったら、まだですね、右利きよりはできなくはないかなという感じはします。でも、右利きで自殺するときには、やっぱり力がどうしても必要だということになると、すると右で持ってたというふうに考えられるとすると、なかなかこういう形での創傷の傷の方向、深さ、肺に達する。というのは難しいかなというふうに思っています。